特集です。来年夏、本島北部に完成が予定されているテーマパーク、ジャングリア。経済活性化への期待の一方で、交通渋滞をはじめとするさまざまな課題をクリアすべく、運営会社は地元との協議を重ねています。神田記者のリポートです。名護市と今帰仁村にまたがるゴルフ場の跡地で建設が進められるジャングリア。熱気球に乗り込んで世界自然遺産ヤンバルの絶景を楽しむ遊覧体験や、最先端技術を用いて恐竜から逃げ回るサファリライドなど、数十のアトラクションのほか、スパ施設などもオープンします。ジャパンエンターテインメントが目指すミッションですけれども、沖縄から日本の未来を作る。マーケティングとエンターテインメントで地域の魅力を消費者の価値に変え、そして訪れる人も、そこに住まう人も、その人たちの人生を豊かにするという大義を掲げております。その実現に向けて、運営会社であるジャパンエンターテインメント社は、沖縄の企業やファンドに出資を募り、株主となってもらうことで、稼いだお金が県外資本に流れないようなザル経済の脱却を強く意識しています。また地元の名誉大学とも連携協定を結び、観光人材の育成にも取り組むなど、地方創生を掲げるテーマパークを目指しています。今月20日、運営会社のジャパンエンターテインメント社は、地元の名護市中山区民に向けた住民説明会を開きました。およそ80人の住民が参加する中、多くの質問が寄せられました。パワーバランスというコンセプトの中に、カジノ、IR は含まれていないことを確認させてください。現在その計画には IR は入っておりませんので、改めてそのことをお話をさせていただきます。選択肢には含まれておりません。カジノが併設されるのかといった質疑のほか、住民の多くが心配していたのが渋滞の問題です。当初から指摘されている交通渋滞問題の解決は急務です。 JA 様としてどのような対策をお考えですか？ジャングリアに向かう道は主に3つを想定しています。名護の市街地からパイナップルパークの前を通る来園ルート1、国道名護東道路を抜け、伊佐川交差点から羽地内海を通って向かう来園ルート2、そして今帰仁方面から向かう来園ルート3です。ほとんどが実はですね、名護から来る、名護東道路から来るとこちら側になります。一方で美ら海水族館だとか名護市内に泊まったりする方々はこちら側のルートが来ます。なのでだいたいイメージが4割から5割が来園ルート2、4割から5割が来園ルート1、1割弱ぐらいが来園ルート3っていうふうに分散することが分かりました。住民が特に渋滞を心配しているのは、名護市から中山地区を通る来園ルート1で、ここは地域住民の生活道路になっています。近隣でのこのお祭りなど行事イベントがあった際にはですね、もう本当に身動きできないぐらいの渋滞は行ってますね。特に土日とかですね、はだからその点は大丈夫なのかなっていう心配はあります。ジャパンエンターテインメント社は県と調整を進めて右折帯や信号を設置するほか、信号の点滅サイクルを改良し渋滞緩和を進めていくとしています。そしてもう一つ工事が急がれているのが、国道名護東道路の延伸です。トンネルを抜けたこの道路の先に建設予定のジャングリアが位置しています。この道路を延伸する計画が現在進んでいます。名護東道路はジャングリア方面への延伸を予定していて、渋滞問題を解決する可能性があることから、地域住民からは完成を心待ちにする声が多く聞かれます。ジャパンエンターテインメント社は中山区の区民とともに道路の整備に向けて、今後も県や国などに働きかけを行っていくとしています。ジャングリアが掲げる
地域の人の人生をも豊かにする。このミッションを果たすべく、これまで合わせて5回の住民説明会を開き、地域との対話を重ねています。まず一番多くの意見をいただきましたのは、やはり交通に関するものでございます。もう一個だけリブルで使いました。誰も中山区の人間はパークが失敗することは願っていないという強い、はい、大変涙が出そうなコメントもいただきましたので、やっぱ皆さんが言ってた渋滞の面ですよ、ある程度は解消しました。信号の面でもちょっといろいろ動いてくださってるみたいなんで、ちょっと安心はしました、ね、こういう形で身近に話が聞けると、一緒に頑張ってきたらなっていう感じで、地域のことよく考えて、はい、進めてらっしゃるのかなと思ってるので、はい、できることはとても、はい、期待して、はい、います。皆さんが思っていることに対して JA 様もはっきりと答えていらっしゃったし、また答えられないのもまた持ち帰ってしっかりと考えていくということでしたので、また一緒になって県の方にも要請しながら解決していく、いけたらと思っております。沖縄観光が抱えるザル経済の解消やオーバーツーリズムの問題について、地域住民とともに解決を試みるテーマパークジャングリア、地方創生の成功モデルとなるのか、その挑戦に注目が集まっています。いや、住民説明会の回数からもしっかり地元の住民と一緒に地域を盛り上げていこうという企業としてのこう熱意が伝わりますね。そうですね、やはりこの地域に住む皆さんの暮らしを大切にしてほしいですし、現在もイベントなどの際に渋滞が起こっている場所で、その解消につながるような対策が取られれば地元のためにもなりそうですね。また県内の他の観光地でも現在オーバーツーリズム対策が求められていますので、このジャングリアの対策がいい先行事例になればいいですよね。そうですね、沖縄に新たなテーマパークが誕生するからには地元に愛される場所になってほしいと思います。